翔太さん、もう奈良記念といえばという感じをしますけれども、うん、何回目とか何年目とかもう分からないぐらい。移籍したんが2012年なんで、はい、うん、10回目ぐらいかな。でもう1秒たりとも、はい、そのこの大会で気を抜くことのない走りを見てきましたけれども、いやでも今回も来た早々に人生で一番調子のいい日って言われたからね。あ、なんと、まあ、風道にもう明らかにそれが追い風で顔から出てると。へえ。前県民で今日が一番良かったらあかんやけと言ったけどね、風道に。あ、そうね、日がね。あ、そういうことか。そうそうそう。じゃあその中でね、あの初日から4日間も耐え抜かないといけないと、はい、そうですね、しっかり頑張らんと、うん、あかんですね。でそのやっぱり地元的には別だっていうその思いの入りようっていうのは、うん、1年間でやっぱ全然変わるもんなんですか。まあまあプランとして、まあ、とりあえず2月にどうやって持っていけるかっていうのでいろいろ考えてやってる部分もあるし、はい、まあ練習もやっぱり直前になると今回も10人ぐらい毎日いたし、うん、なんとなくこうみんなでこう気合入ってくる感じですね。まあ、その中メンバーがすごいので、まあ、もちろんワッキーや古翔というトップ選手いる中ですけども、その中でやっぱり優勝っていうのは譲れ、うん、そうですね、優勝は、うん、ならで譲れないです。まあ龍一さんとね、あの感動の決着もあった場所だし、うん、私も奈良に取材に来るとね、うん、思い出すものありますけども、そうですね、まずは奈良記念の売り上げいいことが一番、うん、最近になるとほんまそれかもしれないですね、うん、競輪界今いいから頑張って売り上げがそこ伸びてね、そこ伸びてなおかつ近畿勢が勝つと、うん、それが今一番かもしれないですね。自分より今そうかもしれないです、大きく、はい、まあ、現状確かにその全体の売り上げ中で一時期やっぱり奈良もそうですね、そういう問題抱えてたので、それが、うん、何よりなんで、うん、応援して買ってください。確かに三谷翔太の車券をね絡めて買って、ぜひね、ぜひファンが喜びるような結果を4日間楽しみにしますんで、まあ、熱い走り見せるように頑張ります。ありがとうございます。